沖縄社会大衆党、沖縄社会大衆党、沖縄社会大衆党は、日本の政治団体。略称は、社大党。昭和時代戦前期の日本に存在した、社会大衆党とは略称も同じだが別である。1950年10月31日、沖縄軍党知事の平達夫と、県治最知らによって結成された。当初は、非科修平。 後の行政主席や西目淳次、後の沖縄県知事などの保守系政治家も在籍しており、幅広い階層からの指示を受けていた。その後、日下周平や西目淳次が相次いで離党、日からは琉球民主党を結成した。後同党は自由民主党に合流したことで、革新色を強めていき、沖縄人民党、後の日本共産党を沖縄県委員会と共に、 沖縄県祖国復帰協議会に加盟して、沖縄本土復帰運動の中心に立っていった。しかし人民党との共闘については、党内でも批判があり、たびたび路線対立が起きた。1970年の国政参加選挙で、衆議院に、朝とつもる千代が当選し、国会に議席を得た。 1972年の本土復帰を前に日本社会党への合流が提案された。この時、沖縄人民党は1973年に日本共産党に合流した。また、当時の朝とつもる千代委員長は、東海散の上、各人それぞれが移籍先を選ぶべきだと主張した。朝とは復帰後の1972年の総選挙に出馬し、当選すると民社党に移籍した。 しかし、結局、党自体はどちらにも合流せず、沖縄地域政党として存続することになった。県政においては、平良松、親泊安春、いずれも那覇市長を務めたなど、現役党員が主張となるケースが見られる。公領自体は、左右の全体主義を排する国民政党など、民社党に近いものだったが、政策、活動は革新色の強いものとなってゆく。 選挙では民社党は自民党と選挙協力したことが多く、両党は間接的ではあるが、しばしば対決することになった。現在は沖縄県議会議員の大城和馬が委員長、第12代2016年8月を務め、委員長代行に、比下京子、沖縄県議会議員、副委員長に、東山勝利、沖縄県議会議員、初期長に、 平里子、那覇市議会議員ら各市町村の議員が活動し、沖縄の革新勢力をまとめる存在として根強い影響力を持っている。2006年11月19日の沖縄県知事選挙では糸数が参議院議員を辞職して、無所属で野党統一候補として立候補。社体、民主、社民、共産、国民心、日本、自連の推薦。 想像の指示を受け、自民、公明が推薦した中井正宏たと争ったものの落選、革新勢力は8年ぶりの県政打艦はならなかった。16年ぶりに与野党が逆転し、革新勢力が多数派となった2008年6月8日の沖縄県議会議員選挙では、同じ野党勢力の民主党、共産党が躍進した汚れを受ける形になり、 中上軍選挙区で、木内委員長、当時が落選したのをはじめ、議席数を改選前の4から2に半減させる結果に終わった。2008年11月16日の那覇市長選挙では、再び野党統一候補として、元県議の平長政を、民主、共産、社民、国民心、社大推薦、創造支持で擁立したが落選している。 2010年11月28日の沖縄県知事選挙では、統一候補として前木の湾市長の伊波洋一を、社民、共産、社体、国民心、新党日本推薦、創造支持で擁立したが落選した。なお、この選挙で民主党は候補者を擁立できなかった。このように革新勢力の体調に加え、党員、党友の高齢化も顕著である。 さらに社民党や民主党との競合、さらに地域政党ゆえ政党助成金も受けることができないなど財政面でも苦しく、党勢の衰えが指摘されている。2010年8月の党大会では、社体党は消えてなくなったものだと言われている。地域の問題にどう取り組んでいるのか、党の活動が発信されていないと指摘されるが、生き残りへの課題も多い。なお、 社体等が他党と共同で擁立、当選した沖縄県内の現職の市長としては、名護市長の稲峰進むなどがいる。2012年沖縄県議会議員選挙では3名を公認し、8名を推薦した。6月10日の投開票の結果、現職2名に加えて、全委員長が帰り先1議席増の3名となった。2014年9月7日に、 県下の24市町村で行われた統一地方選挙では、名護市、石垣市で、党公認候補が当選した。2014年沖縄県知事選挙では当時那覇市長のオ長ガ氏を、共産党、社民党、生活の党、県議会会派の県民ネットと共に支援。激しい選挙戦の末、オール沖縄が支援するオ長が、自民党、次世代の推薦の現職、 中井正宏太や、政党創造、維新の党支援の下地三夫らを破り当選した。大長は、現職の中井新に圧倒的な大差をつけての、初当選だった。また、大長市長の知事選出馬に伴い同日に行われた、那覇市長選挙には、当時副市長だった、白間美紀子を、尾長同様、共産党、社民党、生活の党らと共に支援。自民、 公明両党が推薦をする前、沖縄県副知事の寄せた金都市を大差で破り、初当選。2016年議の湾市長選挙では、元自民党沖縄県連会長の志村恵の息子で、県庁職員の志村恵一郎を、尾長知事や、民主党沖縄県連、共産党、社民党、生活の党と共に、名護市辺野古への移設計画に反対す、統一候補として擁立。 ディノワン市には、米軍普天間基地が所在し、この選挙での勝ち負けが、辺野古移設の行く末を決める、一大選挙であった。一時は、辺野古移設反対を公約とした志村がリードしていたが、自公推薦の現職、ス木キマ市長が巻き返し、投開票の結果志村は落選。2016年沖縄県議会議員選挙では、投稿人候補3名が当選し、 県政与党最大会派となる社民、社体、結連合を結成した。社体党は民主党、社民党、共産党、新社会党と各種選挙で協力している。沖縄で限定的ながら社協共闘が生き残っているのは社体党の力が大きい。しかし、1998年の知事選をきっかけに公明党が革新勢力から離れ、 自民党に組みしてからは苦戦が目立つ。2006年には自由連合も自民党に組みするようになった。また、いずれも共産排除を望む保守系政治団体の創造及び革新とは縁のない民主党と復帰運動以来の革新の原則を守るべきという日本共産党との間で原則が定まらず、漂流する場面も見られる。さらに、普天間基地移転問題で、 社民党が与党から離脱して以降、特にそれまでの方針を変更して、県内移転を推進している民主党との関係が悪化している。国政選挙では復帰後に、朝とつもる千代が当選した後衆議院選挙では、社会党、公明党、共産党の公認候補を推薦。参議院選挙では、社会党、共産党、公明党と一緒に革新統一の公認候補を擁立。 その場マスメディアは諸派扱い、党派は革新共闘会議としていたまたは革新統一の無所属候補として四党愛乗りで推薦したが、公明党は支持にとどまる方が多かった。1992年の参院選で当時の島袋宗安委員長が党公認、革新統一候補、社会党などと一緒に三党の推薦、支持で立候補し、 現職の自民党系候補を破り当選。これにより、沖縄県の自民党参議院議員は県でが、1995年から比例代表の県出身者を含め2001年の選挙まで一人もいない状態であった。党として、朝と積もる千代以来の国政での議席を獲得し、第二院クラブの会派に入った。その間、社体党は二院クラブの沖縄支部も兼ねていた。 2001年参院選では、東京都選挙区から初期長、当時の荒垣茂雄がに委員クラブ、新社会党、社体党推薦の無所属で出馬したが、落選している。那覇市議会では、社民党と社社連合を統一会派として結成しているが、少数にとどまっている。反米軍基地闘争の経緯から2014年の総選挙より、 野党陣営の選挙協力の体制が整っており、社体のほか、社会民主党、日本共産党、生活の党と山本太郎と仲間たち、民進党沖縄県連、那覇市議会副会、沖縄県議会沖縄、九州県民ネットなどの政党、会派が参加している。また、沖縄県知事、那覇市長、名護市長といった市長も参加し、 2016年5月現在は沖縄県議会及び那覇市議において過半数の勢力を確保している。ただし辺野古一説反対派でもオラガ県政に中立の立場を取る公明党沖縄県本部及び沖縄維新の会、政党創造は参加していない。このうち政党創造は不参加の理由として辺野古基地の問題においてオール沖縄勢力は 反対を訴えるだけで対案を示していないとして、想像として対案を検討、提示することを検している。参照党の公認を受けて当選した現職議員は以下の通り2019年7月29日時点。2019年7月29日現在、所属国会議員数1名、参議院議員1名。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。